にだって言葉があるさ。人間みたいにいっぱい、猫語？ニャー語よ。意味わかんの？もちろん。じゃあ嬉しい時は、しょんぼりしてる時は、ご飯を食べたい時は、喧嘩をするときは、お母さんが子供を呼ぶときは、眠くてたまないときは、死んじまいたいときは、やだ、その前にニャンとかするわ。小僧の声ってどんな、ポンコの声は、しましまは、それじゃあミロは、クロクロは、死なないどうしもちゃんと、なれなれしいね。お行儀がいいだよ。人間はどうして死ないの？だって知らないのに変じゃない？あら、知らないからするんだよ。だけど猫はどうやってするんだろう？口と口でね、チュッ。